ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この前ですね、まあ、この頃牛のゲップがどうのこのっていう、まあ、超くだらない、もう、ちょっとでも計算したら全くよくわかるという、そういう温暖化の、まあ、宗教みたいな話がありましてね。その話の関連で、私に質問がありましてね。合成牛の肉っていうのは、健康にどうなんでしょうかという質問がありましたので、久しぶりに20年ぐらい前の大学でのいろんな学生との話を思い出しましてね、その頃の学生が描いた絵を探したら出てきました。ここに掲げた絵がそうなんですけども、学生に出した課題はですね、同じようなもんだった。人工肉、豚肉を人工肉で作るのはいいのかっていうね、問題と、それから豚と人間と比べたらどっちが偉いんだっていう、まあこれは学生にですね、まあこういうことを考えさせることによって非常に浅はかな議論をですね、先日このひばりクラブでやりましたけども、命を食べ過ぎて太って、ダイエットするとかですね、命の取り方を多くしようとして低カロリー食なんていう、こういったまあいわゆる錯覚ですね。こういうような人間になってはいけないので、まあ教育過程で、まあいろんな科学技術に関する、まあいろんな話題が出た時に、まあそういう課題を学生に出して考えさせるっていう、まあこれは回答があるわけじゃないんですね。学生が各々先生が出した課題ですね。人工豚肉。この時は人工豚肉を作るための遺伝子の操作をちょっと教えたもんですから、それに関する質問と、それから豚と人間とどっちが偉いんだっていうとんでもないような質問を二つ投げかけました。まあ、学生は頭が柔らかいもんですから、まあ、そのくらいの質問はですね、容易に応じることができるんでありますけども、この絵は、ある学生が描いた絵なんですけども、なかなかよくできてるんで、その時撮ってたわけですね。上の段は自然の力で豚を育てると。まあ、これは自然の力だって。まあ、学生の描いた表現ですね。それをこう殺害すると。そしていただきますと言って食べると。で、豚は人間と同じ生物であるが、自由に生きる権利を、剥奪され、殺されると。肉としては味も形も制限があり、無駄が多いと。まあ無駄が多いとは、例えば頭の部分は食べれない、腸は捨てるとかですね。まあそういうことを言ってるわけですね。まあ皮も食べれないということで、まあ、将来の食料不足に対応できないんじゃないかと、まあ、書いてますね。それから今度は、科学の力で豚肉を作る。この豚肉は僕が四角い豚つって、これはまあハムみたいな形になっておりますが、そこのところにまあ遺伝子調整してですね、栄養を入れて、豚肉製造機の中に豚肉を締めておく。そうすると、豚肉が朝出てくるっちゃうわけですね。まあ僕が直接言ったのは四角い豚つって肉だけですね、腸もない、頭もない、足もないという、皮もないっていう豚をまあ遺伝子的に作って、それを台所に置いとくわけですね。で、原料をちょぼちょぼとこう供給してると、それが豚肉になって、それを朝、主婦が切って、ジャーッと焼いて出すと。それはどうかと。まあ、こういうふうな設問なんですね。これについては、この学生はですね、バイオテクノロジーで豚肉を作ることで、豚を殺さずに済むと。また、味も形も自由自在で無駄がないと。まあ、こう書いてるんですね。いただけますと。将来の食料不足に対応できると、まあこういうふうなタイトルがついてます。いや、実はね、ここのところにいろんな倫理問題っていうのがあるんですね。科学と倫理問題ってはたくさんあるんですが、実は我々はもう進化が非常に進みまして、例えば我々が米粒を食べるんですけど、それは稲がですね、空気中の CO2 と太陽の光と水で光合成をして炭素を作りますね。で、この炭素を我々がまあ食べるわけですね。まあ炭化水素って言ってもいいし、それから最近の言い方では糖質なんて言ってもいいんですけど。まあそういうものを作る。それによって我々は活動するカロリーを得ると。まあこういうことになるわけですね。ですから我々はどうしても稲の米粒を食べたりしなきゃいけません。まあ、米粒の場合はもう稲がですね、人間のために米粒を作ってくれてるので、まあ、命を取るというわけじゃなくて、その前にもう米は、稲は死んでますけどね。だけども、その意味では、米粒を食べるっていうのは、まあ、豚肉を食べるとか、サラダを食べるなんていうよりかは、命を削ることはないんで、まあ、いいわけですね。
しかし、この人間に米粒を与えるために、稲はですね、本来は来年の2月まで生きていけるのに、9月か10月には枯れてしまうんですね。自分が作った栄養を、まあ、半分は人間にあげるという、そういう、まあ、人間との共生生物が、まあ、稲なんですけども、まあ、そういったことになるわけですね。ですから、我々はいつかですね、その遺伝子工学を利用して、動物を殺さずに、任意の肉とか野菜を食べることができれば、これは何て言いますかね、命をいただかなくて人間が暮らしていけると、まあ、いうことになるかもしれませんね。その場合、命を殺しませんから、自然界で生きていけるだけの命しかできないので、これがいいのかどうかもう一段深く考えなきゃいけません。まあ学生の場合はこのくらいで非常にいいと思いますけども、まあ、我々社会人がもう一個考えるっていう時は、果たして人間が動物の命、植物の命をいただかない場合に、自然界というのはどういう命の分布になり、それは自然の摂理の方向に向いてるのか、というような難しい哲学問題にも取り組まなきゃいけないわけですが、まあとりあえず今日は、合成した肉とか合成した野菜というものがもし、動植物の命に関係なく、我々が食べることができて、それが我々の命を支えるということになれば、地球が始まって初めて命をいただかなくても生きる動物というのが発生するということになるんで、まあこれは人間の知恵の使い方としてはあるいは正しいかもしれません。まだわかりませんけどですね。まあこういったことをまあ考えてみるということは大切です。それから豚の人間がどっちが偉いんだっていうのはですね、私がちょっと学生にはヒントを与えてるわけですね。君たちは豚と同じくなれるかとこう言ってるわけですね。誰かが友達がちょっと今日肉がどうしても食べたいから君の左腕をくれよと言ったらはいっつってあげられるかと。豚肉はいつも売っててパッと買えるけどもやっぱり豚肉はどっかで殺されてるんだよと、その時でお母さんはやっぱり子供が殺されたら悲しい思いをするんじゃないのってこういうふうにまあ言ってるわけですね。ですから、人工的なものは自分の体に悪いから他のものは殺さなくていいということなんで、まあ一番最初に言いました方のご質問にはですね、何とも言えませんねと、我々がバイオテクノロジーで作って命を奪わない食べ物を食べられる方がいいのか、それとも牛を屠殺して、まあ、やっぱり屠殺される時の牛はあるいは痛いかもしれないし、苦しいかもしれないんですよね。我々が死を恐れるように、牛も豚も死を恐れるかもしれないんです。これはわからないんですね。どのくらい恐れてるかっていうのはわかりませんが、まあ、普通に考えると、我々は自分が死ぬのが嫌だとこう言ってるわけですけども、そしたら豚も牛も死ぬの嫌かもしれません。我々は健康に注意し、天寿を全うして死ぬということがあるいはできるんですが、牛や豚は人間のために殺されるわけですよね。牛や豚ばかりじゃありません。まあ最近また環境にいいとか言って昆虫食とか言ってるけども、まあ昆虫だったら何万匹も殺さなきゃいけませんよね。本当にそういうような考え方、非常にこう短絡的な考え方が正しいのかと、まあ、いうことはですね、まあ特に科学を志す者としては僕は必要だと思うんですね。まあ一般の人がそこまで深く考えるとですね、レストランに行って、ステーキ食べるのにちょっと、こう、躊躇しますからね。まあ、そこまで普段は考えないで、もうちょっとアホでいいんですけど、もう我々技術者の集団としては、やはり考える。まあ、そういったことが、まあ、引いて言えば、原爆の清掃とかですね、使用といったことに対して、科学者がどのくらいの責任があるか、ということを考える、まあ、きっかけになるわけですね。まあ、私は、実は自分自身が肉を人に提供できないし、命も捧げられないし、まあ、考えてみりゃ人間が万物の霊長なんつってるけども、そんなに偉いもんじゃないんじゃないかな、というふうにいつも思っております。